サッカー以外の特技は、指でボールを回す。退院して最初に食べたものは、納豆卵かけご飯。リフレッシュ方法は、コーヒー屋さんに行く。座右の銘は、全力前進。尊敬しているサッカー選手は、田中達也さん。 J リーグで仲のいい選手は、酒井大輔選手。レディースではいますか、佐伯彩さんが仲いいです。最終戦の挨拶、ユニフォームを着た感想は、すごく嬉しかったですし、ここからがスタート地点だと思いました。海外で旅をしたいところは、イタリア。サッカー以外で好きなスポーツは、ラグビー。つけてみたい背番号は、いや28番で。特別な思いはありますか。そうですね、大好きな食べ物は、ヨーグルト。朝ごはんパン派ご飯派。ご飯です。オレンジカフェでよく食べるものは、フェジョン。もしサッカー選手になっていなかったら、教師。ストレス解消法はありますか。コーヒー屋さんでゆっくりする。最後に特技のボール回しを披露していただきました。うまいですよ、これ多分サッカーよりうまいですよ。いや、小学生の頃からずっとやってたんで、自然にできるんじゃないですか。うまくないですか。これは特技です、唯一の。これ小学校とかでやると人気者です。はい、そうです。闘病中、支えになっていたものは、サポーターの皆さんの支え、応援です。一番辛かったことは、抗がん剤が一番きつかったです。サッカー選手を辞めようと思ったことはありますか。ありません。よく行く癒しスポットは、コーヒー屋さん。復帰が決まった時、最初に思ったことは、やっとスタートラインに立ったなという感じです。来季どんなプレーをしたいですか。全力全身で、熱いプレーをしたいと思います。